桜庭奈々美です。 CM でおなじみ、そう私は三菱地所ガール。でも実は最近共演中の工藤飛鳥さんを密かにライバル視しています。工藤さん、次のうち三菱地所が関わっている施設はどれでしょう？ 1. グランフロント大阪、 2. ロイヤルパークホテル座京都、 3. 福岡イムズ。ななみちゃん、引っ掛け？答えは全部三菱地所って日本中で街づくりをしているんだよね。分かっちゃったか、さすが工藤さん。悔しい悔しい。どうなる三菱地所ガール。人を思う力、街を思う力、三菱地所グループです。三菱地所東京ディクショナリー brought to you by 三菱地所。東京の今をキーワードから切り取る三菱地所東京ディクショナリー。今東京の小学校に海外の教育関係者が続々と視察に訪れています。彼らのお目当て、それが今朝のキーワード、特活。先月、八王子の小学校をエジプトの高官らが視察に訪れました。彼らの目的の一つが特活の様子を見ることだったんですね。あまり耳慣れない言葉かもしれませんが、これは学級活動や掃除、給食など教科の授業以外の特別活動を表す言葉なんです。掃除や給食といえば、私たち日本人にとっては地域や世代に関わらず当たり前に親しんできた学校文化ですよね。では海外の皆さんはこれらの活動のどういった点に注目評価しているんでしょうか。教育評論家石川幸男さんにお話を伺いました。これは日本独特の考え方というか特別なものだと思います。特によくその中であるのが話し合いであるとか秩序であるとか道徳心であるとか、あと集団行動であるとか、こういうものというのはなかなか諸外国の教育の中にはないので、それらに対して非常に日本独特のものという形と、それからこの特活に関して一定の効果が出ている、子どもたちに効果が出ているというところに大きな評価が得られているのではないかと思います。話し合い、秩序、集団行動、外国の教育にはなかなかないものだとおっしゃってましたね、石川さんね。子どもたちに良い影響が出ていることが評価を受けている理由。視察に訪れる海外の教育関係者は年々増加傾向にあるそうで、15年前には43カ国だったのが、昨年度はおよそ80カ国とほぼ倍増しています。また文部科学省では海外のこうしたニーズを受け、掃除当番や学校行事など現地に教えに行くという教育の輸出も今後行っていきたい考えのようなんですね。そんな中、日本型教育への評価を一気に高めるきっかけとなったのが、世界に発信された日本の大人たちの姿だったといいます。それは 3.11 の東日本大震災、これに多く見られるのではないかと思うんですが、非常にこう日本人の行動が秩序正しかった。特にパニックになることもなく、例えば救援物資でも並んで配給されていく姿、こういうものの力というのは意外に日本の教育がベースになっているのではないか、ある意味では日本の学校文化というのもここに根ざされているのではないだろうかと、こういうことが特活に対して海外が注目している一つの要因ではないでしょうか。東日本大震災のあの時、日本人の姿が混乱の中で秩序正しかったことに驚きを覚えた海外の方は大変多いわけですよね。海外の人たちはその背後に日本の教育の存在を感じた。どうでしょう、確かに海外の方驚くのは、回れ右って言って日本人とみんなねできるじゃないですか。あの行動なかなかできないです、海外の方は。てかほとんどできません。驚くんですね。
前習え、ね、小さく前習え、ね、こういった集団行動のあり方、秩序の作り方、学校教育との関係、いろいろな議論はもちろんあるんでしょうけれども、海外から非常に熱い視線で注目を集めていることは間違いがありません。その他にもクラス対抗の合唱コンクールなども、集団の中で個を鍛えるという日本式の特活の最たる例だといいます。そういった視点で見てみますと、この特活、また新たな楽しみ方が広がってくるかもしれません。三菱地所東京ディクショナリー、今朝は特活というキーワード切り取ってみました。